何プレイですか？筋トレじゃない？あ、筋トレ？終わりたくない、帰りたくない。好きと楽しいをシェアするデートなゲーム部です。はい、本日は土田がプレイしていきたいと思います。お願いします。3回目、3回目のプレイです。イエス。はい、今日はじゃあお花屋さん、お花屋さんですね。お花屋さんスタイル。はい、植物学者って書いてあります。あ、じゃ間違ってない。お花屋さんっすね。実質お花屋さん、うん、あすごい、ね、一番正しい服装かもしれない。多いですね。はいはい、フェス帰りとボロボロのおじいちゃん。おじいちゃん、ひどいね。すごい、確かに帰り地すごいな、うん、すげえ。おじいちゃんがキラーやった説ありますよ、ね。うん、もうやられてるじゃん。仕事人の誰かだよね。確実にこれ確実に、まあ、一人二人やってきた帰り。だけど手には救急セット持ってそれで油断さすんちゃいます。隠密しながら救助。死んだ犬の酒場。死んだ犬の酒場。あれ、そんなどういうことですか。どういう場所。死んだ犬の酒場。死んだ犬の酒場。あ、初めて見るマップですね、私は。あ、まあ、確かに、ね、ゲーム部では初じゃないですか、うん、ね。隠れるところいっぱいそうですね。うん、そうね、結構あの草が長い、草の背が高い、大事、隠密しやすい。じゃあ今回のテーマにぴったりですね。うん、少し飲みますね。あ、わしょっと信用してます。あ、逃げた。感染症が流行ってるんですね。
世界でも。よいしょ。みんな感染してますね。今どれね。愛知。いますね。あ、じゃあおじいちゃん。みんなやったんだけど。あ、おじいちゃん。宝くじになっちゃう。あ、おじいちゃん。アウシいいよいいよ
ブーン。そこ二人しか。二人しか。頑張って頑張れ頑張れ無意味それ完全無意味本日はこんな感じでありがとうございました。お疲れ様でした。